こんにちは。ニュース777です。今日は FM モットコム開局16周年特別企画として、 FM モットコムが総力を挙げてかき集めた画像をもとに架空のニュースをお届けします。これから紹介するニュースはあくまでも架空のものであり、実在する人物団体とは一切関係ありません。それでは早速最初のニュースです。本宮市での窃盗事件です。逮捕された本宮市の女性は、市内の無人直売所で料金を支払わずに商品を持ち去った疑いで、防犯カメラの映像をもとに捜査を進めた結果、店の常連客だったことが分かっています。調べに対して容疑者は、セレブだから小銭は持っていなかったの、まとめた後から払おうと思ったのよと主張し、あまり反省の色は見られないとのことです。続いて飲食店での迷惑事件です。本宮市内の複数の飲食店で、コロナ禍にもかかわらず大声で会話や爆笑を繰り返し、本宮市の50代の男性が店員から厳重注意を受けました。調べに対し容疑者は、小声で話していたし迷惑だと思わなかったとし、当局では余罪を含めてさらに調査を進めています。次に不正アクセスについてのニュースが2件入っています。はじめにウェブサービスの不正操作についてのニュースです。会社の上司数名の個人 ID とパスワードを不正に入手し、さまざまなウェブサービスへ不正にアクセスし操作した疑いで、現在福島市の40代の男性が取り調べを受けています。調べに対し容疑者は容疑を認めており、見てはいけないものを見た、笑い事ではないと反省の様子を見せているとのことです。続いては防犯カメラへの不正アクセスです。自称警備会社経営の50代の男性が、本宮市内の複数の防犯カメラへ不正にアクセスし、データを抜き取り仕事で使用するという虚偽の名目で自宅に持ち帰り、第三者へ提供していた罪で逮捕されました。この事件については余罪があるとみられ、今後家宅捜査で押収された容疑者個人のパソコンやスマートフォンを調査する方向です。福島県内の総合病院で事務員が医療行為を行っていたとして、50代の男性職員が逮捕されました。調べによると男性は長年医療事務として現場を見ており、知識は医者よりあると主張し、複数回にわたって医療行為を続けていた疑いです。なおこれによる患者への被害は今のところ報告されておらず、実は本当は医者より優秀だったのではないかとして調べを進めています。当て逃げ事件です。昨日昼ごろ、本宮市内でパトロール中のパトカーを煽り、その後追突しそのまま逃走したとして足立地区交通安全協会会長が逮捕されました。自分は長年会長をしているから捕まらない、アクセルを踏めば逃げ消えると思った、残念と語り容疑を認めています。続いて国際ロマンス詐欺の事件です。イケメン外国人を装い SNS やマッチングアプリを通して知り合った女性に恋愛感情を抱かせ、投資の名目で多額の金銭を騙し取った疑いで、自営業の50代小太りの男性が取り調べを受けています。騙し取った金銭は容疑者が知人を食事に誘うなどし
すでに手元には残っていないものとみられています。本宮市で放火事件です。市内の禁煙とされている施設内で火がついたままのタバコが植え込みに投げ捨てられ、そこから火の手が上がり、近隣の建物2棟に延焼しました。付近の防犯カメラの映像から市内の50代の男性が容疑者として浮上しており、捜査が進められています。ラジオ局での強要事件です。昨日夕方ごろ、本宮市の放送局を訪れた男性が、スタッフの接客態度が気に食わないとして突然大声でスタッフを怒鳴りつけ、土下座での謝罪を強要し、辺りが一時騒然とする事件がありました。周辺の聞き込みによると、スタッフの対応はマニュアルにのっとったもので、特に問題はなかったことが分かっています。犯人とみられる男性はその後現場を立ち去り、現在防犯カメラの映像をもとに男性の行方を捜索しています。ここで訂正です。先ほどの放火事件の画像に一部誤りがありました。正しくはこちらの画像になります。訂正してお詫び申し上げます。それではここで CM です。ルパン三世藤子ちゃん、なにルパン、おいもまたつまらぬものを切ってしまった。次元あばよルパン。月曜日の夕方5時45分からは徹子の部屋の時間です。今危険立ち入り禁止のこのテープを巻いていますけれども、あなたの心の危険な部分に土足で踏み入り、荒らしていく、そんな徹子の部屋です。皆さん楽しみに聞いてください。鼻をつまんでのこのお話の仕方はどうぞご愛嬌ということで、広い心で許してください。引き続きニュースをお伝えします。公然わいせつ事件です。公共施設内で複数回にわたって露出行為を繰り返したとして、自称アイドルユニットのメンバー4人が市民の通報により現行犯逮捕されました。調べに対してメンバーは、カーテンがあったから外からは見えていないと思ったと語り、容疑を認めています。詐欺事件です。 SNS やマッチングアプリ、知人の紹介などで短期間に複数の交際相手を作り、それぞれに多額の金銭を要求し、交際相手を生活困難に陥れたとして、本宮市内の20代の女性が逮捕されました。女性は、私が可愛すぎるからそれを維持するには必要な経費だったのと話し、現在余罪を追及しています。誘拐事件です。福島市内の児童が行方不明になっていた事件で、昨日深夜、犯人とみられる30代の男性と歩いているところを無事に保護されました。犯人とみられる男性は、懐いてきて可愛かったから連れて帰りたくなったとして、おおむね容疑を認めているということです。野生動物が不正に保護されました。郡山市の40代の女性は、
自宅付近に近づいてきた野鳥を許可なく保護していました。女性は、畑が荒らされないか心配だったんですけど、傷つけなければ悪いことじゃないんじゃないかなと思ってましたと語っています。不正に保護されていた野鳥は専門家の指導に基づき安全に森に返されたということです。続いて窃盗事件です。元自衛官の男性が友人や知人に急に金が必要になった、倍にして返すなどと語り、金を騙し取った疑いで逮捕されました。調べに対して男性は、オンラインゲームに課金を繰り返し支払えなくなった、借りた金で課金してプロゲーマーになったら返せると思ったとして容疑を認めています。ひったくり犯が現行犯逮捕されました。郡山市の20代の女性は、前を歩いていた高齢者の貴重品が入ったバッグを奪い、そのまま逃走しましたが、運悪く転倒したところを通行人が取り押さえ、現行犯逮捕されました。女性は、バッグに書いてあった猫が飼い猫に似ていて可愛かったのと供述しています。騒音トラブルです。仙台市の30代の男性は、連日にわたり深夜から未明にかけて爆音で楽器を演奏し、また大声で歌うなど、周辺住民や警察からの注意を聞き入れず騒音を繰り返したとして地域住民から損害賠償請求されました。周囲の聞き込みによると、男性は、俺の超絶うまい演奏をトドで毎日聴けるなんて幸せだと思えよと語り、一向に改善の様子が見られなかったことから、地域住民で被害者の会を設立し、今回の請求に踏み切りました。続きまして、就業中にノンアルコールと見せかけて飲酒をしたとして本宮市の会社員の男性が懲戒処分を受けました。処分を受けた男性社員は、他の社員にいじめられて酒を飲まないとやってられなかったと話し、1週間の出勤停止と3ヶ月間の減給が言い渡されました。詐欺事件です。この薬を飲めば必ず痩せると言葉巧みに知人に薬を売りつけ、相手に健康被害を及ぼしたとして福島県の女子大学生が起訴されました。被害者の男性は、買った薬を飲んだら太ったと話し、現在売られた薬と被害者の体重増加に関連性があるのか調査が進められています。自称宮城県在住の20代の男性が器物破損で逮捕されました。男性は過度な飲酒により泥酔状態となり、大声を荒げながら民家の鉢植えやポスト、自転車などを壁に投げつけ破損させた疑いです。近隣住民からの通報により早期に現行犯逮捕されたため、住民への人的被害はありませんでした。また容疑者からは基準値を大幅に超えるアルコールが検出され、調べに対し、お酒を飲んだことも覚えていない、壊したものは自分で直してお詫びしますと語っています。それではここで CM です。妙ですね。妙ですね。右京さん、お茶が入りました。右京さん、私としたことが。レッツカラフルおっさん。
飾りにくい、可愛くない、気持ち悪い、会いたくない、すごい不遂、すごいケバ、おっさんです。カラフルだから気持ち悪い、面白い、何でもできる、アイラブカラフル、カラフルおっさん。続いては中継です。現場の松本さん。こちらは現場の阿武隈川に来ております。今日は本宮市に白鳥が飛来したと聞きまして、阿武隈川まで来ています。白鳥どこにいるんでしょうか。あ、いました、白鳥です。すいません、インタビューしてもいいですか。ありがとうございます。今日は何時頃を本宮に着いたんでしょうか。クマ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 ケロケロクマ。うん、なるほどなるほど。ちなみにシベリアから、何時間ぐらいかかったんですか。クマ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 。8時間から10時間ぐらい。この体力を保つ秘訣は何なんでしょうか。筋トレ。やっぱりね、8時間飛び続けるにはそれなりの体力が必要なんだそうです。本宮への飛来は初めてですか。クワクワ。5回目。クワ。あ、じゃあもう5回連続ほぼもう毎年来ていただいているということで。クワクワ。本宮で楽しみにしていることなど何かありますか。お、あるんですね。クワ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 。一番楽しみな餌は何でしょうか。クワ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 。パンの耳、パンの耳。やっぱりね、本宮美味しいパン屋さんもたくさんありますのでね、餌を与える方はパンの耳ぜひご選択いただきたいと思います。ちなみに今年の滞在予定なのかは。クワクワ。3ヶ月。あ、3月ぐらいまでか、暖かくなるまでは、はい、見られるということで。ザッツグッド。ザッツグッドいただきました。では最後に視聴者の皆さんへメッセージお願いいたします。クワ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 。以上、現場の阿武隈川から白鳥さんにインタビューいたしました。ありがとうございました。今年も本宮に冬が来たことを感じる中継でした。ありがとうございます。引き続きニュースをお伝えします。本宮市のラジオ局に勤める女性にしつこくつきまとうなどストーカー行為を繰り返していた20代の男子学生が逮捕されました。被害を受けていた女性の職場のインターホンをむやみに鳴らしていたことから、インターホンや周辺の防犯カメラのデータをもとに犯人が特定されました。被害者の女性は以前からインターホンに映るドアップの顔がきついとして近隣の警察署に相談していました。高齢者への虐待事件です。シンガーソングライターの女性が身近な高齢者へ心理的虐待を日常的に繰り返していた疑いで取り調べを受けています。女性は日頃から自身が所属する事務所の社長などに向けて心ない言葉を投げかける様子を多くの関係者が目撃していました。70代の事務所社長は、彼女がいないと会社が成り立たない、この経験を歌にして一発当ててほしいと語っています。次です。宮城県を中心に活動する4人組音楽グループが他人が制作した楽曲をあたかも自分が作ったかのようにアレンジを施して発表していたことが分かりました。作曲を担当する男性は、以前より多くの音楽関係者から批判を受けていましたが聞き入れず、音楽はみんなのものだから自分が作ったと言っても過言ではないと語り、反省をしていないとのことです。大玉村在住の
30代の女性が複数の飲食店でお金を払わずにフライドポテトを食べて逃走しました。女性は無類の芋好きで、不審に思った店員が声をかけると、美味しかったです、ごちそうさまですと元気に挨拶し、足早に逃げ去ったということです。犯人の足取りはつかめていませんが、数日以内に同一店舗に再び現れるとみて、店側と警察で対策本部が組まれています。本宮市の傷害事件です。逮捕された本宮市の女性は友人と、半日が何時間のことなのかという議論の末に口論となり、殴り合いの喧嘩に発展し、相手に全治2日の怪我を負わせた疑いです。漬物の漬け込み時間だったら1時間や2時間の違いはすごく大きいのよ。美味しくできなかったら許せないわと語る加害者の女性は、普段から気性が荒く、よくトラブルを起こしていると周囲の聞き込みで分かっています。自称アーティストの男性が結婚詐欺で起訴されました。男性は妻子がある身でありながら、そのことを隠し、複数の女性に、夢を叶えるために金が必要なんだよ、結婚したら数百倍にして返すからと言葉巧みに嘘をつき、女性から金を受け取ると音信不通になる行為を繰り返し、警察に多くの被害届が出されていました。その事件に関連した相談は約半年間で15件以上に上るということです。県立高校で替え玉受験が発覚しました。福島県立本宮高等学校で平成23年当時、二本松市在住の男子生徒の受験に、顔と声がよく似た3学年上の兄が替え玉として受験していたことが分かりました。教育委員会では該当する兄弟の学歴について取り消しを検討しましたが、事実上学力に大きな差がなかった、学力もよく似ていたことから処分は下さないと判断しました。本宮市のスーパーでの事件です。本宮市在住の女性は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためスーパーに入店する際にマスクの着用を求められるも、それを拒否し大声を出して店内を暴れ回り、店内は一時騒然となりました。たまたま同じ店内にいた家族は、あなたら他人のふりをするしかないでしょと話し、呆れたように見ていたと店員が証言しています。大玉村在住の男性は、友人から借りた車を持ち主の許可なく第三者へ不当に高額な値段で売却したとして横領の罪で逮捕されました。警察の調べに対し男性は、車を借りる許可は得ていた、売ってはいけないとは一言も言われていないと話し、一部容疑を否認しています。容疑者は日頃から人の言葉選びに敏感で、取り調べに対しても署員の発言にいちいちダメ出ししながら答えているということです。福島市のシンガーソングライターの女性が恐喝事件で逮捕です。女性は市道で車が走ってくるタイミングを見計らい、わざと飛び出し軽い怪我を負った後に運転手に対し、あなたを犯罪者にしたくない、警察には黙っておくから金を用意しなと相手を脅し、多額の金銭を要求しました。運転手が払えないと言うと、毎晩羊に追いかけられる夢を見る呪いをかけちゃうぞねーとさらに脅し、怖くなった運転手の通報で事件が明らかになりました。容疑者は地元ではいわゆる当たり屋として有名な人物で、
警察の調べにより即時逮捕されました。それではここで CM でーす。その次はこっちだよ。その次はこの次がこっちって言ったら、ほんとここだよ。だからここ行くよ、こっち。そうですか。これですね。これですね。カモさん。犯人は、あいつだよ。週刊ブックレビュー。人前で話すとき、ラジオで話すとき、口下手でどうしてもうまく話せない、そんなときに便利なドリーム話し上手マイクセットのご紹介です。話し上手になれるマイクですか。それは嬉しいですね。スピーカーの電源を入れて話し上手機能をオンにします。あとはこのマイクのスイッチを入れて話すだけで、誰でも簡単に話し上手になることができます。操作も簡単で、これだけで話し上手になれるなんて夢のようですね。菅原さんもこれでちょっと喋ってみてください。はい、わかりました。スイッチオン。皆さんこんにちは、菅原美智子です。毎週木曜日、サロンの美智子ようこそ福島の空へでお世話になっております。パーソナリティの皆さんこんにちは。毎週木曜日、本当にたくさんの情報、そして熱量のある皆さんに番組にご出演していただいております。ぜひぜひこれからもよろしくお願いいたします。わあ、こんなに話せるようになるんですね。すごいでしょう。このマイクは単三電池1本で8時間使うことができます。まとめ撮りの収録でも安心して使えますね。1台おいくらですか。はい、1台14,800円です。もうちょっと安くしてください、社長。はい、わかりました。初回限定価格税込3,300円にします。社長、今日は FM モットコム本宮の16周年記念なので、もう一声お願いします。はい、わかりました。ではこの後3分以内にご注文の方限定で税込160円にします。税込み160円、安い、嬉しい。お申し込みは777-2323-777、またはドリームグループで検索。それではここで全国のニュースです。 G7 首脳会合、いわゆるガリガリ君を7日間食べる会合に出席するため、ベルギーを訪問した岸田文雄首相は24日、現地でイギリスのジョンソン・エンド・ジョンソン首相と会談しました。
ジョンソン・エンド・ジョンソン首相が会談の席に持参したのは本宮市ぬかも菓子店のかりんとう。この本宮さんのかりんとうはジョンソン・エンド・ジョンソン首相の好物だということになっています。岸田文雄首相とジョンソン・エンド・ジョンソン首相が本宮さんのかりんとうを互いに頬張る場面がありました。この後2人が深い仲になるとはこの段階では思いもしなかった。両首脳は日英間で引き続き連携することを確認した。この日の夜から岸ジョーとお互いを呼び合っています。再び地域のニュースをお伝えします。本宮市でコーヒー店を営む男性が日本で輸入が許可されていないコーヒー豆を不当なルートで入手し販売していたことが分かりました。警察では店オリジナルのパッケージデータなどを押収し詳しい入手ルートを調査しています。調べに対し容疑者の男性は苦労して仕入れたのにあんまり美味しくなかったんだよね、もう少し深入りの方が良かったかもしれないなと話しています。自宅で数十匹に及ぶ猫を保護し飼育崩壊状態となった女性が動物愛護法違反で逮捕されました。現場の近隣住民からは以前から警察に向けて泣き声や悪臭についての相談が多く寄せられていました。今回保健所の立ち入り調査により多くの猫が劣悪な環境で飼育されていたとみられています。調べに対して容疑者は可愛い猫に罪はないのよ、猫の気持ちに寄り添いたかったの、本当にごめんなさいと話し深く反省しているということです。暴行事件です。郡山市で飲食店を経営する男性が酒酔い状態で突然手元にあったギターを振り回しそのまま付近にいた男性に襲いかかりました。被害者の男性は体を強く打つなど全治3ヶ月の怪我を負いました。調べによると容疑者の男性はなんだかその時はイライラしていたんだよね、ギターが壊れてしまったから弁償してほしい、新しいものでもいいなと話しているということです。 YouTube でのトラブルです。福島県の20代の女性が自身が運営する YouTube チャンネルで生配信中にコメントをした特定の視聴者に向けて頭悪そう、気持ち悪、もう来ないでといった暴言を連発し精神的に追い詰めたとして侮辱罪に問われています。被害者は実際の映像を録音録画し警察に相談していました。 YouTube チャンネルを運営する女性へ事実確認の取材の依頼をしたところ読んでいた物語の登場人物が憑依していたので覚えてないんだけどと話していました。自称占い師の男性が悪徳詐欺で逮捕されました。男性は自分の手を水晶玉に見立て多くの人を鑑定し利益を得ていましたがその鑑定方法からインチキ臭いと噂になっていました。被害者からの通報により警察の任意聴取を行った結果すべてデタラメだったことが分かっています。容疑者の男性は相手がこうだったらいいなと思っているであろうことを伝えていた、みんなに幸せになってほしかったと語っています。郡山市の自営業の男性が殺人教唆の疑いで逮捕されました。男性は個人的な恨みから友人を巻き込み
その友人に殺人をそそのかし、殺人を示唆したとして実行犯の証言から今回の事件が明らかになりました。調べに対して男性は、自分でやってないんで分かんないっすねと語り、容疑を否認しています。集団で違法薬物を所持および販売使用していたとして男女合わせて約6名が逮捕されました。目撃者の証言によると、手拍子をしながら大声で歌い踊るなど、かなりのハイテンションな様子が見られたことから、薬物を大量に摂取していたとみられています。またこの事件についてグループにさらなる関係者がいるとみて捜査が続いています。以上、最新の架空ニュースをお届けしました。改めまして、今日お伝えしたニュースはすべて架空のものであり、実在する人物団体とは一切関係ありません。気分を害された方いらっしゃいましたらお詫び申し上げます。続いて、警視庁指定の重要指名手配についてご案内いたします。現在警視庁ではご覧の人物を重要指名手配犯として行方を追っています。少しでも見覚えがある、心当たりのある方は FM モッドコムまでご連絡ください。皆さんのご協力をお願いいたします。本日のニュース777、そろそろお別れの時間です。この後も FM モッドコム16周年パーソナリティ研修会をお楽しみください。それではあるか分かりませんが、また来年の研修会でお会いしましょう。それではさようなら。